今ちょっと結構体が動くんですね。で、今までになく体が動くので、ちょっとアクションができたらいいなとは思ってます。はい。是，大家看一下高桥先生吃东西的表情。对，因为在戏里面的向和老师吃到美食的时候，表情也非常的可爱。美味しいです。是的，真的吗？もっともっと食べたいんですよ。想要吃更多。是，我们待会儿再帮你准备更多。所以这三道美食，对，你有没有觉得哪一道是你最喜欢的？これかな、ルーローファン美味しかったです。最喜欢卤肉饭，所以要请这个高桥先生来跟我们分享一下，诠释了那么多不同的角色，不管是像是之前的我们刚刚特别提到的秘书啦，或者是医生啦，甚至是料理师的角色，还有像这次是老师的角色，还有没有想要再挑战什么不一样的角色呢？今ちょっと結構体が動くんですね。で、今までになく体が動くので、ちょっとアクションができたらいいなとは思ってます。我最近很喜欢锻炼身体，我希望未来可以演动作片，马上抬头挺胸动作片。是的，好，想问一下高桥先生，他自己有没有像那个主角里面有一些怪癖，或是一些比较特殊的一些收集的东西，或是行为一些？僕今あの夢中になってることっていうのは、もう家にスピンバイクがあるんですね。でそれをずっと乗ってると。いろんなことを忘れられますね。で、あとは大体 それがベースで、自転車に乗りながらセリフを覚えるとか、自転車に乗りながら映画を見るとかっていう、もう常にずっと体を動かしています。家で、はい。现在家里有一台那个脚踏车机哦，那我只要骑上这个脚踏车，我就会忘记所有的事情。那我所有的这个活动都是以这个脚踏车为出发点的，就是我坐在脚踏车边骑脚踏车边背台词，边骑脚踏车然后边看电影。但是现在是最喜欢骑脚踏车，最。